はい。今回は、ミュウツーのね、投げ方をやっていこうと思うんです。まあ、エクセレントのね、出し方をやっていきたいと思うんですけど、まあ、エクセレント投げる自体の時間は短いので、この戦ってる部分からやっていこうかなと思います。まあね、エクストラレイドは20人なんで、まあ、すぐこの動画も終わるので、まあ、もしエクセレントの部分だけ見たい方は、ここを飛ばしていただいて、エクセレント投げるシーンだけ見ていただければなと思います。まあ、そうですね。 まあ大体20人とかなので、まあ、ゲンガーとかでもいいと思うんですけど、まあ、たい何でも、うん、何でもボール1個はプラスされるんじゃないかなとは思います。まあ、人数がね、少なかったりするとボール2個とかもいける可能性あるんですけど、さすがに人数が多い場合は、まあ、ボール1個を目指せばいいかなとは思います。ただまあ、ミュウツ自体、他のポケモンより、他のふ普通のレイドかなレイドの、 伝説のポケモンよりは取りやすいので、まあ、エクセレントを狙っていけば取れるんじゃないかなと思います。まあ、自分自体8体くらいかな、8体くらい多分全部で持っているので、まあ一度も逃げられたことがないので、まあこのエクセレントの投げ方を覚えて、まあ、やっていただければいいかなとは思います。で、まあここからやっていきます。でそうですね。ミュウツーは多分腕を振るんですよね。腕を振った瞬間に。 あの投げると結構取れるまあ今の今のあたりで投げるといいと思いますちょっとここら辺はねまだやってなくてただ見てただけだったんでまあちょっと投げるタイミングがもうちょい後になってしまうんですけどこの腕を振る瞬間にえっと右斜め45度ぐらいにカーボールを投げるとまあちょうどね取れるかなと思いますまあ多分前のミューツなんかずっと前のやつは多分なんかもっと取りづ 枠がちっちゃくてもっと取りづらかったと思うんですね多分遠かったしなんでまあどっかで多分会話が当たりの時にアップデートが来た時から多分取りやすくなったんでこの腕を振る瞬間に投げるっていうのを忘れないでくださいまあ枠はねある程度の大きさで固定しとけばエクセレントになるんで、まあ、そこは、まあ、固定していただければ多分エクセレントになります まあ小さすぎずですね、ラティアスに比べて大きい円でもエクセレントになるので、まあ、そこら辺は、まあ、ある程度まあ試して、自分で大きさ試してみるっていうのもまあ,ありかなとは思います。ただ、自分の動画のまあ枠ぐらいであればエクセレントは入るっていうことは覚えておいてください。で多分そろそろ,そろそろなんですよね、そろそろ枠やり始めると思うんで、でこのジャンプするときはあんま投げない方がいいですね。腕を振った瞬間に投げる。 まあ自分最初はパイルでいつも投げるんで、ここで固定していく感じです、ね。ここら辺で十分ですね。エクセレントの固定になるんで、まあ念入りに固定してますけど、まあ、ある程度あそこら辺の。で、この腕振った瞬間に投げる。ちょ,、まあ、ちょっとずれてしまいましたが、まあ、エクセレント入ったんで、それはよしとしましょうか。そこで、まあま、一発で取れちゃったんでね、まあ、見たい方はもう一回巻き戻してみてくださればいいと思います。 ごご視聴ありがとうございました、まあね。チャンネル登録しての下の部分に、まあ、チャンネル登録できる部分があるので、まあ、よかったらチャンネル登録してくださいまた注目の動画、まあ、今期注目の動画というものがありますので、まあ、よかったらね是非ご視聴ください